タン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 。あ、やってるやってる。あ、すげえすげえすげえ。この番組は。やっていきましょうか。やっていきましょう。よっしゃ。しゃー。しゃー。オッケー、じゃあこっから行きます。ここから勝ったら今の絶対切んないっす。なんだ絶対使うな。マイスクリーム講師のデスノイ様本でございます。ジルカのリコくん、お越しいただいております。しゃれーまあ、前回が初のコラボ動画ということで、うん、はい、はい、楽しく、面白おかしくリアクション動画をね、うん、本人の映像を見ながらね、うん、やらせていただいたっていうのが、うん、ありがとうございます、ありがとうございましたね、ありがとうございました、っていうのをやらせていただいたんで、そっちからぜひご覧いただきたいんですけれども、今日はですね、そのハイパーボーカリストの、ジルカのリコくんにですね、ハイトーンの出し方、はい、皆さん大好き、最近の J-POP とかさ、うん、ロック高いやんね。そうだね、高いからさ、結局みんなハイトーン出したいでしょと、うん、いうところでですね、ハイトーンボーカリストの、リコくんにですね、ハイトーンのイロハ出し方、に関して今日伺っていきたいなと思います。じゃあちょっと早速なんですけど、はい、もうまあなんか論より証拠というか、ああそうだね、どんぐらい、うん、めっちゃすごいんですよ、うん、どんぐらいハイトーン出んのかっていうか、はいはい、じゃあちょっとやってみましょうか、うん、じゃあちょっと立っていきましょう、うん、まずファルセットからいきます。ファルセットね、これあれだな、皆さん見たいと思うんで、ちょっとカメラ上に向けるよってもらって、あ、これでいいね、はい、はい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 、めちゃめちゃ地声、そう、もうちょい地声を入れると、うん、はいはい、太すぎ、そう、これがロックです、太すぎ、メタルボーカルは、はい、タッシー、うん、ドレミファソラシロドから、うん、始まってきますドからなんだね、ドからですそっからなんだよね、はいはい、こっからそこに上とかどうですか、ちょっとあ、うん、あやばすぎる、あやばあやばあめちゃめちゃすごい、いやこれですよ、これミックスでしょ、そうミックス、やばすぎるだろミックスだよ、うん、地声感覚がめちゃめちゃありますよね、そうパルセットにこう地をこう混ぜていくっていうイメージ、うんうんうん、イメージとしてはね、うん、その太さがもう上までこうキープされてる、うん、これが本当にすごい、なんか薄いさ、はいはい、あーみたいなさ、はいはいはい、のじゃなくても、はいはい、あーこう芯がクッとある感じで、はい、これやばすぎるだろB やろ、はい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 、こんなですよ、うん、やばいよこの密度感、地声感、うんっていう人なんですよ、うん、とんでもないんですよ、ちょっとこれぜひ秘訣を教えていただきたいんですけども、はい、なんかありますか、はい、これは一個だけ、お、ある、そう、意識してることがね、お、あります、ピンポイントにある、そう、ハイトーンで意識してることは、お、音程をレガートにつなげていくっていうこと、音程をレガートにつなげていくっていうこと、ほう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 、意識してやっております、ありがとうございますなるほど、はい、まあ、つまり、うん、まあ、段差なく、うん、滑らかに音程をつなげる、そう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 、っていうところが大事、はい、お、それを聞いてなんでそれがハイトーンにつながるんだって今ちょっとなっちゃってるんですけど、ああなるほど、これどういうことなんですか、そのレガートにつなげていくことによってこう3つメリットが、おおおおお、存在してくる、いいですよ、考えた感ありますよ、はい、いやいやいやこれ打ち合わせた感めっちゃある、いやいやいや考えてないよ、はい、ね、3つあるんですか、じゃあねと3つのうちの1つ目が、はい、これ逆にパワーが出る、ほう、うん、パワーが出るんだ、パワーが出る、はいはいはい、で2つ目、うん、体力が持つ、体力が持つ、はい、はいはいはい、なるほど、で、うん、3つ目が、はい、ピッチも良くなっていくんですよ、なるほど、めっちゃいいやん、うん、そんなメリットがあるんだ、そう、メリットしかないと思ってますなるほどね、で結果的に、うん、ハイトーンに繋がっていくっていう、うん、そんな感じなんだ、丸1からちょっとぜひ、はい、パワーが出るんですね、そう、パワーが出ます、さっき逆にって言ってたけど、うん、レガートに繋げるってことは、うん、ガシガシいかないってことでしょ、そう、だからなんかパワー減っちゃいそうだけどねって思うじゃん、うん、だけどそれ2つ目に繋がるんだけど、うん、体力が持つから、うん、その安定して一定でいけるわけ、あ、なるほどなるほど、そう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 、ペース配分だ、そう、もちろん全力でやってるけど、そうそうそう、まあ、その中でもペース配分がちゃんとできるから、うん、変に消耗しないからパワー出るんだ、そう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 、あ、なるほど、それは理にかなってるわ、そう、無駄に力を
出さないとか。あー、まあまあよく言うけど、まあ脱力というかに、そうそう。繋がっていきやすいってことなんだ。うん、じゃあ2個目何でしたっけ？ 2 個目体力持つ。あ、そうか。今の1にもちょっと繋がっていくというか出てきたけど、体力持つ。うん。無駄に、こう、バーっていかないから。そうかそうか。そうって。ガツガツ行くのも確かに、ライブとかめちゃめちゃ大事になるんだけど。大事だし、まあ別に OK だよね。うん。その、場合によってはというか。そう。だけど、まあ、体力が持つから、綺麗な発声も。はい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 。できていくんだよね。そっかそっか。そうだよね。しかも、リコくんとかさ、うん、まあ、1時間2時間ライブやるわけじゃん。うん、うん。そこで温存していくってなったら、やっぱ体力持つっていうのはすごい、そう。大事なことだよね。うん、っていうのが、まあ、2つ目と。はい。はあ、最後。ピッチが良くなる。ピッチが良くなる。これめちゃめちゃいいですね。うん。そうなんですか？そうなんですよ。ほう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 。実際に歌ってみた方が、うん。わかりやすいかもしれない。はいはい。あ、なるほどなるほどなるほど。ちょっとじゃあなんか実践パートというか。そうそう、実践パート作りましょう。あー、オッケー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 。ちょ。じゃあ。立ちましょうか。あ、立ちましょう。立ちましょうか。よっしゃよっしゃということでちょっと立ちパート。はい。なんですけども。はい、ポイントは一つ。うん。レガートに。そう。音色をこう繋げる。はい。ことによって、なんかメリットが3つあるっていう。はい。ちょっとその実践をね、はい。やった方が分かりやすいでしょうと。なんで、ちょっと実践いただきたいんですけど、はい。せっかくなんで、うん、まあ、ジルカのなんか曲で、はい。やってもらえたら、あの皆さんも僕も嬉しいんですけど。じゃあそうですね。うん。じゃあジルカのラストフェイスっていう曲があるので、うん、そこの、ね、サビがね、結構 C が続いてたりとか。おお、鬼畜ですね。そう、鬼畜なんですよ。あそうなんだ。そう。オッケー。うん。分かりました。じゃあちょっとその実践を、一発とりあえずバチッと、オッケー。回してもらっていいですか。オッケーです。お願いします。ここから、うん、サビがきます。はい、うん、残酷な未来が僕らを引き裂いてるのに、ただその手を握って離さないから、救いのない暗闇に蝕まれるのだろう、僕が君の光になる、たどり着く世界が、この辺やばっ。パソコンから音出してるな。うんうん、俺リズム全然わかんない。まあでも伝わった伝わった。ありがとうございます。なんか伸びやかにこう繋げてる部分が。そうだね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 。そっかそっか。で、まあこう上に抜いてく感じのイメージで。へえ、うん、抜き続けてる。まあ一個の線を繋いどくような感じだ。そう、特に、うん、その高くなるとこ。残酷な未来が僕らを引き裂いてもね、たったってこう。もう分かる。まあ、分かるよ。二度とだけど、三、うん、つじゃないよね。なんか一個というか、うん、ワンフレーズとして成り立ってるじゃないですか。そうそうそう。トントントンじゃないよ、ね。そう、繋げていく感じ。こういう感じやね。そう、そこをね、こう切っちゃうと、うん、またニュアンスが違くなっちゃうね。なるほど。じゃあ、そのパワー系でいった方がどうなるかっていうと、うん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 、軽く、うん。残酷な未来が僕らを引き裂いてもね、たった その手を握って離さないから、すぐ色ないくらみたいな。なるほどね。まあ、かっこいいけどね。うん。じゃあロック調にはなる。ロックではあるね、うん。確かに区切れてるわ。そう。音符に対してアタックしてる感じが。そう。そのね、パワーでいくと、うん、まあちょっとシャリシャリって、まあしゃがれたところもあるけども、確かにね。長く続かないのよ。まあそうだよね、うん。全部出し切っちゃう。入魂してるよね。そうそう一発に。そう。これだと、うん、高いところに繋がっていきにくいんだ。そう。力が入っちゃうし、うん、まあ簡単に言うと脱力ができないから、そう。微妙なんだ。はい。ああ。全部が繋がってるような。そう。まあね、人と音楽もこう繋げていくもんだと思ってるので。そうですね。はい。ということで、はい、今回の動画は。アタックしてるバージョンで高いとこ、無理そう。ですもんね、うん、ちょっとファイヤーしちゃう。ファイヤーしちゃってるし、多分伝わってると思うんですけど。伝わってるかな。あの、うん、やっぱ滑らかにいってる時って、うん、まだいけそうだな、この人。ああ、そうそうそう。余力を感じさせるけど、うん、アタックしてる時、まあ、やっぱ必死になるじゃんね。うん、この人、これが多分限界なんだろうな、みたいな。でもそれあるかもね。めちゃくちゃあるじゃん。うんうん、これ発声あるあるじゃん。この人まだ余裕あるなって時は、本当にそうじゃん。うん、本当にそうだけど、うん、これ限界っぽいなの時は、うん、本当に限界だし、確かにその声出ないじゃんね。確かに間違いない。だからその感じだよね。うん、それでは多分すごく伝わったと思うので、うん、ハイトーンにその繋げていくのがすごい大事っていうのは、すごい伝わったかもしれない。そうですね。余力ができて、高い音により繋がっていきやすいってことで、ね。そう。しかも、体勢がつくんでね、その高い音を出してると。うぇ、めっちゃいい。いや、いい。いいね。よかった。いや、いいね。ほんと体勢つくね。そう。高い音の色ぜみたいな、なんなくて済むよね。あー、そう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 。うわ、C 来るみたいな。うん、あの、出ない、怖いっていうのがなくなる。なくなる。そうするとね、うん、次が見えるんでね。そうそうなんすよそうなんすよ、そういう声で。はい。それの繰り返しだよね。うん、だから今日の、ポイントによって、いきなりバコンって、あの、C5 が出るってことじゃないと思うんだけど、うん、開発していけるっていう。
そう。その道筋の一個にしてほしいなって、はい。思うので、音符を繋いでいく。そうですね。パワーでクッカッてアタックしていかないと。参考にしていただいて、練習してみてください。はい。ありがとうございます。今日もめっちゃ勉強になったんで、皆さんも勉強になったと思うんですね。なので、ぜひ今日の動画良かったなと思う人、グッドボタン、あと高評価、あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。次、シャウトかな？シャウト行くぜー！バイバーイ！よし、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。